はいみなさん、こんにちは、こんばんは。国務チャンネルのショーが今日は無駄についてお話しいたします。よろしくお願いいたします。まあ無駄ですよね。まあ無駄はありますよね、いろいろね。まあもう無駄だらけですよ。まあ人生そのもの、生きてる人間そのものが無駄かもしれないんですね、私含めて。だけどそんなこと言ってはね、まあ生活成り立たないので、まあ今日は具体的に無駄について焦点を当ててみたいものはあるんですけれども、それは NHK のど自慢。これはネットのニュースで見たんですけれども、 NHK の「NH のど自ん昔見ましたよで、最近ここ何十年かテレビ見てないので分からなかったんですけど、まあ、あの昔の私の記憶としては、まあ、あの一般の方が出てきて、はい、なんとかですとか言って、まあ、歌を歌うわけですよね。で、終わったら、まあ、あのインタビューをちょっとあのしてねあの、この歌をどういうあの思いで歌われたんですかとか言って、はい、えーとあの、おばあちゃんに教わって歌ですとか言いながら、まあ、あの笑ったり、泣いたりもありましたね。 で、そういうので、もう、どんどん次から次へと出てきて、金がいっぱいになると合格なんですよね。うん、まあ、あの、楽しい番組ですよ。いいですよ。面白いですよね。歌の上手い方もいますしね。でも、その番組が、まあ、終了じゃないんですよ。あの、3月いっぱいで、まずあの、金を叩く人、カン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 って叩くおじさん、あのおじさんが、まあ、いなくなっちゃったんですよね。うーん、まあ、卒業とか書いてありましたけど、早い話首ですもんね。まあ、 うーんでも、あれは無駄だっていうね、まあ意見が NHK の中であったらしいんですよね、うん。まあ確かに、まあ人はね、金をカンカンたかなくても、まあ機械かなんかでカン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 って誰かがボタンを押せばディレクターかなんかがね、まあそれでいいのかもしれないんですが、あとは生バンドずっと来てて、あこれ驚きましたよ。最近まで生バンドだったんですね。で、4月から、2023年4月から、 カラオケになったんですよ。これを見た人が、いや、もうひどいなっていう、なんかツイッターでひどいっていう嵐なんですよ。いや、なんか味気ないとかね、何これとかね、なんだのちょっとボリュームかけたねとか、やっぱり生バンドがいいねとかね、まあ、そういう意見がもうすごかったですよ、見たら。うん、なんかちょっとのっぺりしてるねとかね、なんかやっぱりなんか薄っぺらくなったねとか。 で、経費をまあ削減ということで NHK は、まあ、あの、カン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 って叩くおじさんも生バンド全員、ま、首にしたんですよ。早い話がね。で、経費の節減のね、あの、削減の方向が違ってるんじゃないかっていう意見はすごく多かったですね。うん、だけど、ま、NHK としては、ま、無駄だからっていうことなんでしょう。いや、だけどこれ無駄って、だったらね、NHK の アンポンタン社員をね、いるはずですよね。ただ座ってる社員。首にすりゃいいじゃないですかね。まあ、あとはボーナスね。減らせばいいじゃないですか。みんなの。ね。削減するんだったら。だから、この番組の、まあ、いい味のある部分っていうのを削減するっていうのはどうかなと思いますよ。ただ、ツイッターでこんな意見もありました。あの、バンドの方とかね、金をたら叩く方は、毎週毎週、 まあ、日曜日やってるんですね、あれね。あの、おそらくね、ちょっとごめんなさい、わかんないで違ったらごめんなさい。あの、まあ、日曜日やってるらしいんですが、まあ、あちこっちの公開堂とか、あの、公民館とかを借りてやっているじゃないですか。全国あちこち回ってね。で、あの、全国あちこち行かなきゃいけなくて、金を叩く人とか、あの、まあ、バンドのメンバー全員ですよね。で、練習したりとか、まあ、本当に大変なんですよ、と。だから、 あの、よかったじゃないですかっていう意見があったんですけど、あん,ぽん,たん、ポンタンバカ野郎の意見ですよね。だって、首だからお金もらえなくなっちゃうんだから、仕事がなくなっちゃうんですよ。仕事が。だって、あの、金を叩くおじさんとか、あれで食べてきてたんですよ。ねで、今時、金を叩くだけで何十万ももらえるお仕事ってないでしょ、月に。カン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 叩けばいいんですよ。あの人、潰し効かないじゃないですか。ね。 あの、どっかで収縮するときに、いや、実は私、あの、金を叩いていたんですって。<laughs> いや、ちょっとね、なかなかね、雇ってくれないですよ。うん、だから金を叩く仕事って他にないですからね。あの、でも、あれで良かったんですよ。あの人はだから、倒れるまでやって欲しかったですよね。まあ、いい、もう、結構、あの、お年だと思うのでね。まあまあ、あの、お年もあって、まあ、自分も、そっか、もう、いよいよ、潮時か、っていうことだったんだと思うんですけどね。本当にお疲れ様でした。ね。いや、だけど、 なんか夢を与えてくれたっていうか、あの、私ね、あの、テレビ見てた時は、昔です、前ですけど、あの、楽しかったですよ、あの方が金を叩いたり、あの、一個だったりするじゃないですか。だから結構、あの、良かったですよ、すごくね。そう、あの、笑えましたしね。で、バックバンドの、あの、バンドの方々も、なんかあの、歌ってる方に合わせて、ちょっとリズム遅くしたりとか、テンポをね、あの、早めたりとか、なんかちょっと、ババンバンって言って、 なんか入れて終わらしたりとか、な、なんかあったんですよね。だからそういうのが、まあ今はちょっとねあ、あの、今も続いてやってるかどうかわかんないですけど、あの、3月ギリギリまではそういうことをやっていたんじゃないですか、きっと。多分ね。楽しい番組だったと思いますよ。でもカラオケっていうとまたちょっと違いますよね。無機質になりますよね。確かにね。だに、あの、これはね、だから無駄っていうのが難しいですよね。あの、無駄じゃないと思いますよ。 で、無駄っていうのはあっていいんだと思いますね。例えば、あの都心の方のね、大阪でも東京でも札幌でもそうじゃないですか、福岡でも。あの街路樹って植わってますよね。道の両側とか端っこにね。あの街路樹って無駄じゃないですか。あんなのなくたっていいんですよね。で、管理が大変じゃないですか。あの枯れ葉が落ちたら、誰かがそれを片付けなきゃいけない。ね。だけど、あの、それを無駄っていうふうにするのか、または歩いてる人が季節季節でね、あの、その街路樹の葉っぱの色とか変わるわけですよ。 それを見て、まあ、枯れ葉が落ちてきたりね、まあ、それはそれで楽しいと思えるか、いや、これ無駄ねっていうふうに見てしまうのかっていう問題ですよね。でも、心が狭くなっていくと、こんなの無駄よねっていう人がいっぱい出てくるんですよ。今ね、そういう時代になってきてしまったんですよね、ここ2、3年。もうな、ん、でもかんでもね、あれは無駄、これは無駄。もう無駄、無駄、無駄の嵐、本当に。うん、だけど、本当に無駄かどうかっていうのを考えなきゃいけないですよね。 だから無駄の定義っていうのは人によってそれぞれ違うんですよ。例えば女性の方がお化粧品をいっぱい持っていると。ね。同じような色の、まあ、口紅を何本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 も持っていると。でもそれを見て旦那さんとかパートナーは、いや、無駄だねって言うんですよね。でも、無駄かどうかって本人が決めることであって、本人が満足して、えー、ちょっとずつ色違うのよ、これって言って、満足してね、あの、気分でちょっとずつ色違うのを、あの、その日の気分でつけるの。 っていうので、満足してれば無駄じゃないじゃないですか、それはね。だけど、1本3000円も4000円も5000円もしますから、高いのはね。で、男の人は、やっぱり自分の給料を、まあ、あのそんなのに使って、あの、なんかね、男から見たら無駄だよ、っていう風になってしまうんでしょう。でも、無駄じゃないと思いますよ、それはね。だって、あの、そうやってお化粧して、きれいにね、あの、あの着るものもね、合わせて、なんか、おしゃれしたら、なんか、気持ちもいいですし、 ま周りで見てらっしゃるね、パートナーの方だって、まあ、旦那さんもね、いいじゃないですかね。だけど、そう思えなくなってくるんですよね。だんだん心が、なんだろう、縮んでくるっていうか、硬くなってくるっていうかね、硬直してくると、何でもね、自分の、あの、必要なもの以外は、無駄に見えちゃうんですよね。周りとか相手とかの、なんかやってることな、なすこと、ケチをつけていくんですよ。これって、争いのもとですよね。 無駄か無駄じゃないかは本人が決めることなんですよ。まあ、子供にとってもそうじゃないですか。子供が何かこれ欲しい、あれ欲しい。そんなもん無駄でしょ。大人にとったらそれは無駄ですよ。おもちゃなんかもいらないわけですから。だけど大人にとったら無駄だけど、子供には無駄じゃないんですよね。まあ必要なものなんです。欲しいものなんですよね。うん、だからそこら辺をね、もう無駄かどうか決めつけるっていうのが、もう主観でしかなくて、まあ、個人のもう思いでしかないんですよ。 だけど自分中心の思いで周りを全部無駄、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 無駄ってやっていっちゃうと、まあ、それって良くないと思いますよね。で今回の NHK のど自慢、もうその最たるものですよね。これは。だって国民の意見とか関係ないじゃないですか。でもあれっておかしいですよ、NHK ってね。だってみんなから徴収してるわけでしょ一般あの市民、国民からね、お金を。で成り立ってるんだから、まあ、みんなの意見、アンケートで一回聞かなきゃいけないですよね。本当に無駄かどうか。 それも、あの、関係ない人じゃなくて、もう、のど自慢なんかどうでもいいよとかいう人に聞いちゃダメですよ。のど自慢が好きな人、まずね。あれを見てる人。で毎週楽しみにしてる人に、この生マンドを、あの、消えちゃっていいかどうかね。聞きゃよかったんですよ。だって国民から取ってるんだから、お金。それぐらいをしなきゃいけないですよね。で、アンケート結果によって50%を超える、いや、無駄じゃないよ、あった方がいいよっていうのは上回れば、まあ、 やめてしまうっていうのは良くなかったんですよね。これはね、やっぱり存続した方がいいっていうことなんですよ。うん、だから、いろいろね、でも最近世の中ね、こう無駄だ、無駄だっていうふうにね、だけどね、究極の無駄っていうのは人間なんですよ。あの、地球にとってね。本当に。例えば車走っていたって、車の色って、ボディの色とか、全部白でいいんですよね、そしたらね。無駄じゃないですか。いろんな色ある必要ないんですよ全部白でいいんですよ。 で全部同じ形の車でいいんですよね。だって違う形にする必要はないんですよ。だって乗って、あの、移動できればいいんですよ、車って。目的って乗って移動することですよね、車の目的って。車の目的って色とか素材とか関係ないんですよね。ある程度乗り心地が良くて移動できればいいに決まってるんですよ。それが車なんだから。だから真っ白で、エンジンでも電気でも何でもいいんですよ。とにかく。 電気にする必要もないんですよ。無駄でしょだって今までエンジンで来たんだから、その方がコスト安いに決まってるんですよ。それ作り続ければ。で、同じ車にすればいいんですよ。世界中。もう全く同じ車。だからそれで、あのー、統一したら、まあ無駄じゃなくなるんですよね。だって部品だってすっごい安くできますよ。全く同じ車しか走ってないので。だって同じ部品をみんな使ってるわけですから。だから、あの、廃車にしたら、廃車にしたところの、 その車から、まあ、大丈夫な部品を取れるんであのすごく無駄がないんですよ。ドアをぶつけちゃってへこんだ、でも廃車にした車のドアをもし大丈夫なドアがあればそこから外して持ってくればいいんですよね。だからものすごい無駄が減るんですよ。だからそれこそ本当にそうしたらいいんだけど、絶対しないじゃないですか。なぜかって言ったら、車がそんなのじゃ、車の産業がダメになってしまうとかね。 工場とかメーカーが払ってるので、その税金で潤ってますから、まあ、そういうことは絶対しないんですよ。だから、それもおかしいんですよね。だからお金が優先しちゃってるんですよね。でも無駄じゃないか、無駄かは、なんかお金がかかるかかんないで決めてるところっていうのも出てきちゃってるんですよ。でもそれって末期症状ですよ。うん、そうしたら芸術とかあの美術とかアート、みんないらないですよね。無駄なんだから。ね、そうやって考えたら。だって生きるために、 アート、必要ない。食べれないですからね。コロッケは食べれるけど、絵は食べれないんでね、うん。でもそんなことを言ったら人間の心はすさんでいくんですよ。だからそれも教育ですよね。本当にね。だからあの、お金がすべてとかね、あの無駄はもう、あの全部やめて、もうお金いっぱい貯めるのよとかね。まあ、そんな教育でね、子供とかやっていったら、 まあもう愚か者ばっかりのね、愚か者の国が本当にね、出来上がるということなんですけど、まあ今そっちに進んでるような気がしますけれどもね、無駄か無駄じゃないかっていうのは、まあ本当に心にね、余裕があるかないかっていうことになりますね。余裕がない人はね、何でもかんでも無駄無駄無駄無、駄本当に無駄って言うんですよ。無駄っていう言葉、なんか響き、 なんか言われると嫌でしょなんか耳障りですよね。あなたのやってること無駄ねって。なんかね、なんかすごい嫌な感じするじゃないですか。ねえ。まあだけどそういう世の中に今なってきているということですね。まあ心はあの穏やかに、心は大きく、心は広くね、柔軟に持っていくっていうのがいいですね。あの、保っていくっていうのはね。まあなかなか難しいですけどもね。本当にね、まあこんないろんなね、あの、 嫌なことがどんどん起きる世の中なので、心をね、あの、豊かに保っていくっていうのが非常に難しい、まあ、時代に突入しているということです。まあ、でもそれでもね、その中でも希望を持ってね、明るく柔軟な気持ちで進んでいきましょう、皆さんね。頑張っていきましょう。ということで、今日は無駄についてお話しいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。